ちょっと想像が私たちにつかないですね。値札見ないで値段ので。グレートダンスシリーズっていうか有名なダンスシリーズ。せーの、じゃがじゃん。上にお昼。こちらでホームに勤めているんですが、ホームに入所されてきた。あ、今来ました。すごい。小さい時に買ってもらったウルトラマンシリーズの怪獣のおもちゃですね。あとキャラクターがこうバックに絵がついてあるパチンコの台ですね。それとプラモデル、これらを持ってきました。まあ私は予想額1万5000円かなと思ってましたら、安田さんに鑑定額3万円っていうようなことで倍の鑑定額だったんで、そんなに価値があるものなんだなということでびっくりしてました。子供たちがねやっぱり今小さいので、その取っといたおもちゃを引っ張り出してこうやって鑑定してもらうと壊さないように遊んでねっていう感じはありますね。